こんばんは、プリティです。それではニュースの方行ってみたいと思います。画像、静岡県の BTS 神社、写真を無許可展示で、ファンイベア参観料2000円という、参観料2000円、神社で。で、悪質営業疑惑で炎上、特別ご祈祷5000円。高っ。何？しかも、無許可なの？これっておばちゃんニュースで、なんかで見たけど、許可得てるもんなんじゃないの？無許可？そんなん許されるの？何これ？砂浜に BTS って書いてあるよ。なんじゃこれ。静岡下田の海岸にある神社、 BTS をマーケティングに利用、 B the C で BTS、 あ、これはうまいじゃない。これはうまいじゃない。 BTS 神社、自然洞窟に BTS のメンバーの旗、 BTS の記念に特別企画もあるらしいが、ちょっと待って、旗はわかるけど、何その BTS の記念日に特別な企画って、許可も得てないのに勝手に企画しちゃうってこと？不安を募って、事務所に肖像権許可など得てるんだろうか。本人たちの顔の旗を使うのは著作、まあそうだけど。ちょっと待って、企画って何？ここで音楽流して、なんていうの、なんか集まったみんなで静岡おでん食べるとか、BTS 関係ねえじゃんっていう。そんな企画とかやるのかしら。勝手にやっちゃっていいものなの？ちょっと。なんか暴走するのにも程があるでしょうよ。勝手に、展示するのもいけないけど、勝手に企画ってどういうことよ。もう冒頭からぶっ飛んでるでしょ。次のニュースもすごいんだけど。秘宝、ファミニストの、綾野辻子、サイズにビーガン料理がないと激怒、ツイヤか、凍結。驚愕、オタクくんたちが絶賛するサイゼリア、勉強のために行ってみたら、4年ぶり、ビーガンが注文できるメニューが一切なし、私への配慮ゼロ、15分メニュー表を見て、もう何一つ頼めない、何これ、もう怒りでお腹いっぱいになったので、店員さんにメッセージ付き注文用紙だけ渡して帰宅した。それで何を書いて渡したかっていうと、ビーガンの方に配慮ない、メニュー表に失望しました、もう少し時代の波に敏感になってください。おばちゃんね、いろんな人がさ、ファミリーとかさ、とビーガンの人、ここがおかしいよっていうところいろいろ見てて、おばちゃんも感じるんだけど、時代の波に敏感になってくださいってよく言うじゃない。時代の波っていうか、もういい加減にしてくれよっていう時代のメッセージに気づいてないっていうのがまず一つだと思うんだよ。いい加減にしてくれよっていう。あとさ、面白いのが、なんていうの？私への配慮ゼロ。もうこれ以上は言わない。よく言うじゃない。私たちに配慮ないのって。とか、私に配慮ないのって。ちょっと。何様、何も言いません。いっぱい叩かれるの嫌だから。寄ってたかって集団で来るんでしょ？ちょっと。立ち上がりだな。それで、いろいろ、仲間冒険吐きまくってたら、アカウント凍結されました。それはそうなるよ。それはそうなるよ。この人ね、すごいのよ。鬼滅の刃の無限列車編？あれ見てね、女性専用車両がなんでないんだってブチ切れたのよ。
ちょっと。すごいでしょ。伝説と呼ばれてる人なのよ、この人。その世界では。いや、ちょっとぶっ飛びすぎでしょうよ。いや、時代がさ、大正の時代でしょ、背景が。だから、その時代ないんじゃないって突っ込んだ人がいるのよ。したら、いや、そうかもしれないけど、でも今、令和で、公演するんだったら令和に合わせなさいよっていう。すごいでしょ。でも、おばちゃんね、彼女たちを見ても、びっくりしないのよ。なんでかっていうとさ、昔、海老蔵と付き合ってたさ、佐藤恵里子って知ってます？佐藤恵里。佐藤恵里がさ、女性専用通路作れっていうのよ。え？それどういうことって。だから、女性が通る道を男性が邪魔しないように、女性専用通路を作れとかって言ったのよ。それ聞いた瞬間、あ、こいつ頭おかしいなと思って。それみんなが通る行動よ。女性専用サイロみたいに、時間を設けて、女性専用通路みたいなの作れとかって言ったのよ。すごいでしょ。あ、それ、もうね、おばちゃん頭の中でもインプットされちゃったから、あ、もう、大概のこと聞いても驚かない。うん。おばちゃんもこれすごい欲しいんだけど、アメリカのね、地質学者のね、ジョン・モフィットって人がね、飲みの市で変わったもの見つけたのよ。ヴァンパイア退治キット。これがね、出品されててね、もう今話題になってんねん。これすごく、なんかかっこいいんだけど。すごいね、ググっとくる。十字架と、なんかよくわからない液体と、聖水と、あと、なんか、ポケットピストルみたいなやつ？ちっちゃい。それに、あと、シビ、あと、杭と、ハンマー。祈願書とかも、あと、銀のナイフ。あ、これはちょっと、おばちゃん欲しい。かっこいいって、おばちゃんすごく、ググってきてんだけど。こういう、なんていうの？あ、ジョーク系でしょ？でもしっかり作り込まれたさ、アンティークのこういうの、なんかぐるっときちゃうわよね。またちょっとたまらないんだけど。でもセットでこういうのさ、多分高いわよね。前にどっかの国のね、飲みの市で似たようなやつ出たのよ。それはね、44万ぐらいしたの、日本円で。それはちょっと手出ないから、レアゴスティーニみたいに、毎月なんか一個ずつ買うっていうのは無理かな。一個ずつついてくるって。それだったらね、おばちゃんちょっと頑張って揃えたいと思う。私を物にしたいなら、もっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市民クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。